はい、どうもこんにちは、キナムスキです。つうわけで、今日もやってみましょう。ドラゴンクエスト3。はい、レベルが13になりました。13になれば、少しはいけるかな、というわけで、早速今日は、何の塔だっけ？この隣の塔。そうだ、ちょっと。はい、神田田というものがこの城から金の冠を奪って逃げたのじゃ。もしそれを取り戻せたなら、そなたを優勝と認めよう。さあ、行け。最高。神田田を捕まえに、行ってきます。レベル13になったから行けるかな？きついかな？もうちょっとレベル高い方がいいのかな？まあ、とにかく行くだけ行ってみよう。着いてからここでレベル少し上げた。このさまようよの、そう。ホイミスライム呼ばれると、で、確かこっちだっけ？あれ？こっち違う？あれ？あれ？違ったっけ？ごめん。はい、魔法の鍵がどこにある？あれ？神田田のいる塔ってどこだっけ？こっち？あれ？ちょっと今すごい勘違いしてた。神田田どこにいるんだっけ？マジでそっから思い出す。あれ、こんな方？こんな方だっけ？あ、違うような気がしてきた。え？ちょっと地形を思い出せないんだけど、神田田どこにいる？思い出せないぞ、マジで。どっか塔があって、その上にいたような気がするんだけど。光ってるってことは、違うんじゃん。あれ？本当に、地形が思い出せなくて。しかも、あ、やばい。この、コウモリとかに何回も殺されてるんで。逃げよう。やばい。やばいやばい。マジでやばい。やばかった。こっち？またコウモリとか。間違い。逃げようとした。まあいいけど。勝てんじゃん。いやー、レベル上げで、コウモリのとこにね、何回も殺されてたの。こっちかな？こっちの敵強くね？違う、逃げる。やべえ！あ、ダメだ。ダメだ。はい。一応セーブしとこう。やべえ、稼いだお金がまた減った。神田田はじゃあどこよ？どこにいる？ほんとマジでわかんない。さっき上に村があったんで、そこを拠点にしよう。てっきりね、こっちだと思ったんだよ。ここ越えたところにいる。違ったっけ？だから、レベル13になったからこっち行って、って思ったんだけど、違ったか。もう、記憶にない。やばい、今日は神田田退治で、まで行くつもりだったけど、まだ、全然先に進んでないんだよな。さて、ここなんだっけ？カザーブ。はい。ここはカザーブ。山に囲まれた小さな村です。この村より北に行くとノーニール。西に行けばシャンパーニノトの西か。多分西だよ。毒針か。毒針ね。毒針で試すって言ってもあるな。へえ、なんかない、なかったっけ？なんかこの墓であったような記憶があるんだけど。それで、今持ってるの鉄槍。鋼の、買えないじゃん。
鉄の鎧、武闘鎧。じゃあ、鉄の鎧まず買おう。はい。いや、もう買えないです。で、鱗の盾が、うん。次、鱗の盾と鋼の剣だね。はい。続いて、いらないもの。腐れ方ビロウル。はい。他なんかあるかな？ないな。一旦と、止まる前にちょっと待って。何もないじゃん。シャンパインの塔に噛んだとは逃げ込んだっていうことでいいのか。やばいけれど、まだ勝てる自信が、ないよ。あ、ウサギの尻尾ってなんだっけ？あれ持ってなかったっけ？くじけの心か持ってんの。けど、ウサギの尻尾、運の良さが上がる。まあ、一つ買っとくか。袋に入れとこ取るやつ。あ、違う違う。毒針を探してたの、これ。ない。で、こちらの家の中には、捨ててこパンツ。どうでもいいし。こっちの家は何でしたっけ？ああ、酒場か。ほう。なんかあったの、眠りの村って。それで、階段がある。あ、はい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 。使うよ。それで、ステテコパンツはい、今んとこいらないから。はい、袋に入れとこう。あと何があるかな？毛皮のフード。装備できない。じゃあこれも袋に入れとこう。ちょっとお金貯めてさ、装備を整えてから神田と大地に行くしかないかな。で、西、こっから西に行くと、そのシャンパーニュの塔っていうのがあるってことで。こっから西ね、こっちね。西。ここまで来ただけで HP がもうこんな減っちゃって。まだレベル13じゃきついか。あ、これか。まあ、逃げながら行けばね、なんとかね、上まで行けるような気がするんだけど。逃げながら行けば。これが多分そのシャンパーニュの音。中に入りたかった。おう。とにかくどういう敵が出てくるか、ちょっと様子見したい。おい、吸血鬼。あ、小胸とこ。やばい、やばい、やばい。一回戦っただけでこんな苦戦してるんで、ちょっと、やっぱりレベル13じゃまずきついかもしれないですね、これ。まずちょっと下の方何があるか。一応チェック。ああ、何もない。いけない。とにかく、あの村を拠点に、レベル14まで上げて、で、装備を整える。それがまず第一回の目標。まだこの塔はきついよ。で、装備を整えるのが先か、レベル上がるのが先か。
両方同じぐらいのタイミングでなったらいいなと思うんだけど。この辺りの敵たちもさ、一発で倒せるようにならないと、きついよね。さて、村に戻ってきたぞ。それで、毒針、なかったんだ、結局。あ、いたいたいた。こういう記憶だ。鉄の爪を使った。鉄の爪を使う。それからっけこの人。え、じゃあ毒針どこでゲットしたっけ。あれ、ここの宝箱かな。あった。よーし。毒針ってさ、どれぐらい強かったっけ。装備できねえじゃん。くそ。毒割り手に入れたら少し強くなれるかなと思ったら、意味がなかった。寝よう。で、590持ってるから、盾変えたっけ？ちょっと、もう一回見るぞ。鋼の剣は1300。足りないです。鱗の盾が600。はい。とりあえずじゃあ、売ろう。いらないもの。棍棒いらない、まず。あと？聖なるナイフ。ウサギのし、捨ててこパンツいらないけれど、一応持っときたいし、毛皮のフードも一応持って、ではねえ、もう。このまんま、鱗の盾買おう。はい。いや。青銅の盾売って、で、鋼の剣、1300。あと1100集めなきゃなんないってこと？チェンクロスとかもダメなんだな。まあ、それでも装備は整った。防具だけ整った。よし。とりあえず、この周りで。あ、ちょっと上何があったっけ？まだ行かない方がいいな。おい、強いぞ、デスフラッター。これ一回だけで、もう HP 残り29。まずね、目標としてアニマルゾンビを一発で倒したらいいようになりたい。よし、ちょっとこの辺で、レベル上げをしておきます。ああ、今度はいっぱい敵出てきやがった。そう、きついな。多分、この辺りの敵が今一番いいバランスなんだろうな。だからレベル13ではまだ、あの通りは苦戦するんじゃないかなと、思うんで、レベル14、もしくはレベル15、レベル上げ、頑張るっす。よし、レベル14。装備が整うより先にレベルが上がった。で、HP が5ポイント上がって、力がプラス6。ちょっと回復しとこう。さあ、この辺りの敵は一発で倒せるようになったかな？まだじゃん。
さあ、お金が貯まったので、武器を。1680。あれ間違えた。1300だっけ ?1600 だと思って頑張った。はい。じゃあ、鋼の剣に変えます。はい、もちろん。じゃあ、なくてもう古いやつ売ろう。鉄の槍。これでどれぐらい強くなったら、ちょっと、一旦外で試してみるか。まだケタピラ一発でやっつけられない。軍隊ガニは軍隊ガニは倒せるのよ。せめてもう一ぐらいレベル上げしておくべきかもしんないですね。けどこうやって敵はそろそろ逃げ始めるんだよな。勝てないことはない。もうあとはレベル上げるだけ。てかもう多分いけるかな、シャンパーニュと。はい。よーし。はい。というわけでですね、今回はとりあえずこんなところで一旦終わりにしておいて、次回はちょっとシャンパーニュと目指していこうかなと思います。とりあえず一旦ロマニアに戻ろう。セーブ。はい。というわけで、まあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。